東京駅での鉄道開業80周年記念行事、前列左、内田百名誉駅長前列右、松井緑星名誉車掌機関車側窓、西崎緑名誉機関士名誉駅長は、鉄道会社等の公共交通機関をはじめとした、駅の設置者が任命する役職、あるいは授与する称号の一つ、名誉称号の一種、関連する称号、職名として、つ日駅長、 名誉副駅長、名誉機関士、名誉車掌がある。競技には固有名詞としての名誉駅長を指すが、講義には名誉職としての駅長内視関連、類似する職名、称号も本校の説明に含める。また、主として鉄道駅の名誉駅長を対象とするが、自動車駅や道の駅、物語の登場人物やキャラクター等の創作物の事例も本校で解説する。 広報キャラクターとしての専任で、人気が1日限りの職名の場合は1日駅長と呼ばれる。その職場としては、駅長としての管理実務ではなく、地域住民、乗客との触れ合いや駅、鉄道の広報である。有名人などを招き、1日駅長として、イベントを行うことがある。特別なタスキなどで飾られた制服や聖帽を身につけ、 通常の駅長が受け持つ複雑な業務ではなく、利用客や地域住民との触れ合いを目的とする名誉職であり、警察のついたち所長などと同様のイベントである。稀に動物もついたち駅長とすることがある。人、編集名誉駅長は主に鉄道会社と個々の駅に置かれる名誉職である。東日本旅客鉄道八王子支社では、大目線の無人駅である石上前駅、沢井駅、 群馬竹駅に退職した社員を起用しているほか、西日本旅客鉄道岡山支社でも退職者を、阿古線大田良駅、姫新線東津山駅、道線岩山駅の名誉駅長に任命している。また、鹿島臨海鉄道の日沼駅では、地元住民を名誉駅長に任命し、駅の管理を任せている。芸能人をシンボルキャラクターとして起用する例では2013年11月3日。 NHK 町の連続テレビ小説、アマちゃんの舞台となった岩手県の三陸鉄道で、アマちゃんの登場人物である、大向大吉役の杉本哲太が、久慈駅の名誉駅長に任命されている。近年では、東急電鉄が、乗客向けのポイントサービスとして、乗る、レージ事業を展開しているが、乗るレージの登録者が、IC カードパシモでポイントをため、 最高ランクに到達すると名誉駅長に認定され、隠し特典を受け入れられる仕組みとなっている。人間以外、編集岸駅の仙台玉駅長。岸駅では2007年に猫の玉が駅長に任命されて話題を呼んだ。玉の主な業務は客招きである。これに習って他の鉄道会社でも駅と関わりのある動物などを名誉駅長として任命するケースが現れた。 近年では、動物のみならず、架空のキャラクターを名誉駅長とする事例も見られる。名誉駅長ではなく、単に駅長として任命される場合もあるが、駅の管理実務に携わるものではないため、以下では名誉駅長の事例として扱う。任命事例、編集和歌山電鉄、岸駅たまたま通夜2007年1月5日に、和歌山電鉄から正式に駅長に任命。その主な業務は、 客招き。先代の玉は、2015年5月19日から、美縁のため入院していたが、復帰することなく、同年6月22日に、急性心不全のために死去。西武鉄道、大泉学園駅車掌2008年3月に、同駅周辺が、アニメ制作会社が集まる地域であることから、そのイベントの一環として、銀河鉄道39の、 登場人物を名誉駅長に任命した、合津鉄道、足の巻温泉駅バスラブ2008年4月に、この駅に住む猫のバスが、同社より名誉駅長に任命された。この任命式には、玉駅長からも祝電が送られた。その後、バスが恒例になったことを理由に、2015年12月、地元、合津生まれでアメリカンカールのラブに名誉駅長の座を譲った。 2016年4月22日に死去、IGR 岩手銀河鉄道、奥中山高原駅マロンマック2008年6月に、同駅委託駅員の飼い犬である、ヨークシャーテリアのマロンが、名誉駅長を移植され、生後45日目頃より、駅に出ていたが、2009年8月に救歳でよう去った。その後、同じく、ヨークシャーテリアであるマックが、 マロンの光景を目指している姿が、地元 FM 局により紹介された。東日本旅客鉄道、味が沢駅ワさをブサカは犬として、マスメディアでも取り上げられ、映画主演をも果たした、秋田県、わさオが、東日本大震災襲来の翌月にあたる2011年4月より、任期1年の東海駅観光駅長に移植された。翌2012年以降も1年ごとに、 再移植されてきており、2015年4月の再移植によって5年目に入った。東日本旅客鉄道、大館駅アコアスカ秋田県発祥の地として知られる、大館市が保有する2頭のメスの秋田県、アコとアスカが2017年4月28日付で、当該駅の観光駅長として移植され、同年5月6日よりその人気に入っている。祝日を除く毎週度、 肥料曜日の朝9時45分から約30分間、当該駅を利用する観光客を出迎える等の駅務をこなしている。山形鉄道、宮内駅対持ち2010年8月1日、就任。同線内に白うさぎ駅が存在する園などから、同年山形鉄道に入社した女性新入社員が彼女の母校である。山形県立大玉農業高等学校から同年5月に、 誕生したコウサギ3羽を譲り受けた。内訳は、白ウサギ1羽と、茶ウサギ2羽で、このうち唯一の白ウサギ2羽、モツチーと名付けられ、駅長に就任。残る茶ウサギ2羽は、ピータ、テント、それぞれ名付けられた上で、駅員に就任。他には、駅前の素早に暮らすカメも、非常勤の助役に就任している。埼玉高速鉄道。 浦和美園駅ラビタマ2015年6月7日、就任。埼玉県子供動物自然公園より譲り受けた、1歳、4ヶ月の家うさぎのメス。通常は、週5日、駅利用客への挨拶や駅構内巡回などの勤務にあたる。北上鉄道、北上町駅から根姫、め、ラ2010年10月16日就任。同年に生まれた2頭のニホンザルである。 1> 月1回程度の勤務、朝海岸鉄道、四宿井駅から朝、鉄2010年12月7日に、町内の四宿井漁港で取れた、有志1匹ずつ、計2匹の伊勢エビが、駅長に就任、同年8月から、駅長として展示されていたメダカに代わる就任となる、京王電鉄、京王多摩センター駅ハローキティ2016年3月、名誉駅長に、ハローキティが任命されている。 自然発生、編集以上のほか、駅に住み着いた猫などが、駅の利用者より、猫の駅長、駅員などと呼ばれることで知られるケースも存在する。童話工業型紙鉄道基地原駅ことら型紙、鉄道保存会会員の飼い猫が、特製の聖暴を与えられて、保存会のイベントで活動している。玉よりも早く、仕事についており、当時の紙面で駅長猫として紹介されていた。 東洋高速鉄道、飯山三つ駅から三井助1996年の開業依頼駅に住みつき、依頼駅利用者の人気を得ている。日立中海浜鉄道、中港駅、おさむ、ミニサムおさむは2009年7月より、また、同年10月頃からミニサムが同駅に住み着くようになり、利用者の人気を集めている。駅内には、指定席というサボの専用ベッドが与えられた。 長子電気鉄道、君が浜駅マイナスくんちゃん捨て猫として、いつしか流れ着き、非公認駅長として親しまれ、地元の人に愛された。2016年8月27日に成去、同年10月に、慰霊祭が行われた。人間以外、編集道の駅神話の里城さぎの、うさぎ駅長2009年7月に、ここで飼われているうさぎを名誉駅長に任命するイベントが行われた。 鉄道会社では、PR キャラクターの一環で著名人に、名誉副駅長を移植する例がある。2013年11月3日、NHK 町の連続テレビ小説、あまちゃんで、大向大吉役を演じた、杉本哲太が、九次駅の名誉駅長に任命された際、同作品で副駅長の吉田正義役を演じた、荒川義義も名誉副駅長を移植されたのは、その例である。 名誉駅長に関係する職名、称号として名誉機関士がある。ドイツ放送フィルハーモニーの首席ホルン奏者、テオドール・ビメスが、同国の観光鉄道ブロックン鉄道の名誉、機関士を務めているのはその主な例である。ありがとうございます。